どうも斉藤紳士でございます。さあ今日はですね、毎年、行われております文学賞の結果発表でございます。はい、まあこのねチャンネルをご覧になっている方はもう分かってらっしゃると思うんですけども、私斉藤紳士はですね、小説家を目指して文学賞のね、方に、毎年応募しております。誰でも応募できるんですよ、公募型のものですから。で、年に5回あるんですね。文学界新人賞、群像新人賞、それから、スバル文学賞、新潮新人賞、文芸賞という五大誌、いわゆる五大誌で、開催されています新人賞、これを受賞すれば、晴れて小説家を名乗れるわけなんですね。私斉藤紳士、過去にはですね、文学界新人賞で1度、群像新人賞で2度、そしてスバル文学賞の方で1度、最終選考までは残っていたんですけれども、残念ながら受賞はしていないので、まだ作家、未満ということでね、まだ小説家には慣れてないんですけれども、今年も送りました。はい、3月末に締めがあります、スバル文学賞、新潮新人賞、文芸賞、この3つにね送りました。はい、まあ、文芸賞の方は来月になるんですかね、になると思うんですけれども、まあ、今現在で分かるのはですね、スバル文学賞と新潮新人賞、まあ結果をもう先に言いますと、どちらも受賞ならずでございました。はい、まあ、受賞ならずどころかというようなね、ことなんですけど、まず新潮新人賞、本屋に行きまして、ね、紙面の方をこうパラパラっとめくりますと結果というのが出ております。だいたいね、あの2次通過3次通過とかそういう風な感じで名前が載ってるんですね。ある程度のとこから行きますと名前が載るんです。まあ、そこに名前が載ってるイコール予選通過というね、状態でございます。まあ僕のね、フィールドであります芸人の世界で言いますと、まあ1回戦を通るっていうのは割と優しいって言ったら失礼ですけども、まあまあある程度できてたら1回戦を通るんで、それよりも文学賞の1次通過は難しいと思います、正直。まあ数的にもそうですね、だいたい2000ぐらいの応募があって、1次通過するのがもうその時点で多分80とかになってくるんで、まあ M1 とかっていうようなお笑いの賞レースの予選で言いますと、正直もう準決勝ですよね。準々決勝ぐらいですかね。準々決勝ぐらいで予選通過と大体同じぐらいかなというふうに思うんですけれども、まあ、その新潮新人賞の方はですね、今年は名前が載っておりませんでした、私。はい、ということは予選通過もしていないということでございますね。はい、新潮新人賞に送るのはおそらく何回目になるだろうな、3回目かなになると思います。まあ、正直名前が載らなかったのは初めて、なので、まあそれだけ出来が悪かったんだろうというふうに思います。まあ言い訳に聞こえるかもわからないですけれども、ちょっとねここ数回非常にこう落ち着いて執筆のができていないんじゃないかと自分の中でちょっと反省するところがありまして、だからといってこう自分の中で納得してないものは送らないんで、自分の中では納得してたんですけども、まあもう少し時間をかけてもいいのかなって思う部分は正直あって、もっとしっかりしたものを送りたいなと、そして、きちんと受賞できるものを送らないと、ただ送る、ただ落ちるではちょっと意味がない、ここに来てちょっと僕本当に良くない傾向にあるなというふうに思っております。で、続きましてスバル文学賞の方ですね。はい、一応こうね、これが、今月号のスバルなんですけど、まあ手元にあるということは名前は載っていました。はいはい、ですね、今年第46回スバル文学賞はですね、1130編、少ないですよね、非常にスバルって少ないんですよ。1130編の作品の応募があり、9月号ですでにお知らせしました通り一次予選通過、そうなんですよ、実は先月号で一次通過をしてたことはもう分かってました。この時点で73編ですね、そこからさらに絞られた人たちが今回の紙面に名前が載っております。はい、27名ですね、27名の中には一応残ったんですけれども、星印がないので、二次予選で落ちたということになります。はい、なのでまあ正直言うと成績は下がっております。はい、本当にちょっとここで
ここら辺でちょっとしっかり、気持ちをもう一度ちょっと入れてですね、しっかり執筆の方をやりたいと思います。もちろんこの YouTube の方も真剣にやっていきますけれども、もっとできることあると思いますし、もう怠惰な生活をしております、正直ね。そのダラダラしているような部分というのをもっと執筆に当てれば全然時間はあるので、もうちょっと怠けているなと、情けない、自分が情けないです。しっかり受賞するまでですね、やりますし、いつまでやってるんだ若野郎という人もいるかもしれませんけど、取るまでやりますから、それはもう鬱陶しいなと思ったらもう取らせるっていうのが一番だと思っております。諦めは非常に悪い男なんで私、はい、というわけでね、ちなみになんですけどもね、このスバル、別に何持ち上げるわけじゃないんですけど、そうなんていうんですかね、この紙質っていうのがちょっと変わりましてね、ツルツルのものよりちょっとこうサラサラしたようなものに変わりまして、非常になんかいいなという感じでリニューアルしております。はい、でね、内容も非常に面白そうですから、今月もよかったらねお買い求めください。はい、というわけで、今年の私のスバル文学賞新潮新人賞の結果報告でございました。どうもありがとうございました。